イタズバチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ここ最近お送りをしております一連のコラボウイスキーもですね、一旦これで節目という感じでございまして、おなじみのセイントセイヤのコラボウイスキー、今回第7弾ございます。ジェミニサガということで、双子座のキャラクターでございます。セイントセイヤ好きのお客様がね、言っておられたんですけど、ジェミニサガっていうのは人気のキャラクターでラスボス的な存在らしいです。私はちょっとよくわからないんですけどね。ボトルの方がこんな感じでございます。ゴールドセイントの中でも群を抜く力を持つキャラクターということなんですね。神の化身と称えられて、禁煙温厚な人格なんですけど、その裏腹に邪悪の神の化身ってどういうこと？神の化身って、なんでやねん。聞こえましたよね今。おかしいやろ、その神の化身と。そよのほら、え、化身って言う。もう分かったから、もういいから、そこ突っ込まない。もうバケルにミーって書いて化身やん。間に愛入ってへん。で、その温厚な人格とは裏腹に邪悪の化身としての人格を合わせ持ってるということで、まあ、二面性があるんですね。まあ、その二面性に苦しむキャラクターということで、そんな二面性をイメージをして、芳醇で硬質なシェリーの風味、その背後に忍び寄るダークなスモーキーさを同調するブレンドということで、異なる2つの特徴は対立することなく絶妙な均衡を保ったブレンドということで、今回もマスターオブウイスキーの静谷さんがブレンドをされました。こちらの方テイスティングをして皆様にお送りをしていきたいと思います。700ml でアルコール度数が 47%、 価格が9900円プラス税ということで3500本限定になっております。お色の方がこんな感じでございまして、過去のセイントセイヤシリーズと比べると若干濃いめ、薄いめの琥珀色という感じですね。今回はこの二面性をイメージをしてブレンドをされたということで、シェリー系とスモーキー系ということなんですね。スモーキーというよりも甘さが先に来て、ちょっと洋梨の感じ、シェリー由来のレーズン感、香りからはそんなにスモーキーさは来ないね。ちょっとチリソースっぽくね。チリソース、スパイシーさか。そうそうそう、お菓子の感じもあるよな。ピートあります。シェリーのピートという感じですね。飲んだ時の厚みっていうポイントでは一番じゃない。過去のセイントセイヤシリーズからは若干方向性が違うというか、まあ静谷さんも後半はちょっと方向性変えるって言っておられたので、まあ、その通りボディ感ありますね。過去はちょっと軽めやったからね。でフルーティーさを前面に出したはって、今回もフルーティーさはあるんですけども、過去のフルーティーさとはちょっと種類が違うかなという感じですね。結構ヘビーな感じがして、うん、ストレートもしくはややかすいかな。オレンジ感もあるし、加水で飲んでみたいと思います。オレンジ出てくるな。オレンジピール、オレンジのビター感。あ、今一滴加水したけどめっちゃいいよ。うん、過去シリーズと比べると加水でボディ感がとてもよくわかるな、うん、ボディがある上詰めやなっていうのがな、うん、一番こうこってりしてるというか、この余韻でピーティーな感じがあるけど、そのピーティーさはちょっとグレープフルーツのようなニュアンスもありますね、うん、ロックでも飲んでみたいと思います。加水同様ロックも美味しい。ハイボールで飲んでみたいと思います。ちょっとビターが出てくる名前にな。あー、案の定そうですね。同じ加水でもちょっと炭酸と普通の加水ではちょっとニュアンスが違うかなという印象ですね。やっぱりだからロック系がいいかな、うん、加水ロックやね、トワイスアップとか。ハイボールにした時はこのグレープフルーツ感そんなに出てこないな、うんうん、一番味がしっかり分かるのがやっぱ加水だわ、うん、ボディ感あって美味しいよな。これ今第7弾ということで、あとまたあと5つは折り返しすぎたとこや。まだまだいっぱいあるから、ま、今年の11月までまだこれが続きますので、楽しめますね。楽しめる、まだまだ楽しめます。まだまだたっぷり楽しめますよ。ブレンドしたはる静谷さんがまあ大変かなと、毎回その話はねしますけどね。はい、ということでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。すごいよな、12種類ブレンド作れって結構難しい。全部ちゃうから。ブレンド体験3回してもバラバラなるの。ロックが一番面白いかな。どんどん加水されていってどんどん変化していくしな。もともとの味が結構ずっしりしてるから変化が楽しめる、うん、これ時道具使うってなるとやっぱグレーン大事だよ。これさ、そんなグレーンの甘みとか感じひんよな。だからもうちょっと足してるだけやと思う。
そんな若いグレーンが入ってる感じもしいひんし、うんうんうん、まあまあ朝食のもんがちょっと入ってんのかなって。はい、ということでおしまい。